Thank you.
でもそろそろ10時ですから、じゃあ指差し大会からですので、よろしくお願いします。あの今日はあのね、人数が少ないですから、楽しみで、楽しみでやっていただければと思いますので、今日はあの天気もいいのは、やっぱり皆さん今日来ていただいたことじゃないかと思いますので、楽しくいただきたいければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私はボランティアガイドですね、死ぬ間と申しますので、よろしくお願いします。実は今コロナ禍でですね、本来でしたら1時間かけて上と下でですね、すべてご案内させていただくんですけども、今日は申し訳ないんですけども、コロナの状況でですね、中行くと密になるという問題もございまして、一応このフロアだけのですね、30分間の一応ツアーという形になりますので、とてもご了解いただければありがたいと思います。はい、すみません、今日はどちらからお聞きしますか。寒いから。あ、そうですか。ありがとうございます。じゃあちょっと皆さんも知ってるっていうことばっかりじゃ分かりませんけれども、一応知らない人も中にいらっしゃるとあれなんで、これに基づいて簡単にご案内させていただいておりますので、今日皆さんに来ていただいているのはですね、記念館三笠ということですね。世界三大記念館というあるんですけども、それの一つなんですね。三大記念館は、一つはですね、三笠ですね。それからイギリスのビクトリオン、
それからアメリカのコンスティチューションという、この3つの三大記念があるんですけども、それの一つになってるんですね。それ で名前の由来なんですけど、ミカサという名前なんですけども、これはですね、奈良県にありますですね、三笠山という山が、現在はですね、若草山という山になってるんですけども、昔三笠山という山があってですね、その山から取ったということなんですね。で、特にこのような戦艦の大きなものについては、国の名前、昔の国の名前ありますよね、大和だとか、なんですかな、そういう昔の名前ですね、そういう武蔵だとか、そういう名前をつけてるのが一般的と言われてるんですね。はい、でじゃあいつどこでできたかって、この船ですね、これ1902年、今から118年前の明治35年にですね、イギリスで作られた本物の鋼鉄の戦艦なんですね。それで当時日本ではですね、約3000トンぐらい の小さな船しか作ることができなかったんですね。でそういう状況でした。でここに書いてありますけど、オンリーワンというのはですね、今から118年も前、100年以上も前のですね、こういうの鋼鉄の戦艦というのは世界どこの国を探してもですね、ないんですね。ですからこのよ素晴らしい、遺産ですよね。ですから先ほど横須賀の方というふうにお話したんですけども、横須賀にはこういう世界には類のないですね、素晴らしいものがあるということなんですね。ですからその辺はよくもうよくご存知だと思うんですけども、皆さんと友達とかですね、そういうふうにお話しいただいたりね、来ていただければありがたいなと思うんですけどね。はい、でそれゆえですね、平成4年には国際的にも素晴らしい賞であります、海事三賞という賞をこの船に受けてるんですね。やっぱりその船をですね、きちっときれいに保っているというようなことでですね、海事三賞というのを受けてますね。それから平成29年には日本遺産にも登録されているんですね。そういう素晴らしい船だということですね。さあそしてですね、旗艦って書いてあります。これはフラッグシップ、当時ではこの対ロシアと戦うために66艦隊という戦艦6のですね、それから巡洋艦6の66艦隊というのを作ったんですね。で対ロシアと戦ったわけなんですけども、その時にあちらの銅像がありますけども、連合艦隊司令長官としてですね、東郷平八郎連合艦隊司令長官がこの船に座乗して、で当時対ロシアとの戦いもですね、すごい大変不利な状況ということだったんですけども、それにも負けずですね、大勝利につながった、その時に活躍した船がこの三笠なんですね。はい、じゃあ続いてですね、性能についてなんですけども、この船の大きさがですね、122メートルであります。長さがですね、で横幅が23メートルです。で15140トンという排水トンですね。で大体どのくらいの船で、例えばこの海原をですね、どのくらいの速さで走るかということですね、18ノットというとどのくらいだと分かります？18ノット、どのくらいの速さで分かるでしょうか？20キロぐらい、そうですね、33キロぐらいですね。ええ、だからこれは33ノットかける1852をかけると大体2倍ぐらいの数字、それぐらい少し80か 90% ぐらいの数字をすれば上がるんじゃないかなと思うんですけども、一応この船は今から118年前ですね、海の上をですね、33キロぐらいの、皆さんもうバイクとかね、車乗ってらっしゃると思うんですけども、その辺の速さで走ってた素晴らしい船なんですね。はい、でそれからあとですね、じゃあもう今度上に行きますけども、こちらがですね、主砲なんですね。こちらは12インチ砲なんですね。でこれは 2.54 かけると約30センチになりますので、30センチ砲というんですね。はい、でこれは砲身がですね、12メートルあります。それでこれが全部の一つのスワンセットなんですけども、これを40人の方がですね、皆さんチームワークで持って働いてたということなんですね。ですから、であとこれ全部ですね、今はこんなガランガランの状態ですけども、当時はですね、35センチのアーマーといいまして、鉄骨で全部囲まれてたんですね。それで当時は最新鋭と言われてたですね、アームストロング社というところのですね、最新鋭の砲塔設備が日本の船のについてはですね、ついてたんですね。で特にこの船については、この砲についてはですね、同じ砲で撃たれても壊れないような中ですね。でこれ全部で持って、これが約50トンです。でこの船については、全部でこれ1機って言うんですけども、2機前にも同じものがありますから、2機、4門ついてるんですね。で
続いてですね、これが玉です。大体上とどのぐらいだと思います。ピストリートゥーさん。まあ見てしてらっしゃるのね。してたらもうじゃあ言ってもしょうがないね。一応これ一つなら400キロあるんですね。で、ですからこれの本当の弾ですね。で、これ炭鉱榴弾という弾ですね。こちらは鉄鋼弾という弾ですね。で、炭鉱、中がどこが違うかというとですね、この中に入っている火薬の量が違うんですね。こちらが12キロです。こちらが40キロ入ってるんですね。で、目的も違いまして、これは相手の艦にボーン落ちます。鉄に反応して、火炎を上げて、相手が乗ってる人がですね、ああ、もう、ああ、怖いなということで、そういうような感じですね、目的です。で、こちらはですね、相手の艦にまずぶつかります。中まで入っていって、やっぱりこういう軍艦ですから、大砲の一発に乗せね、そういうものに引火させて、ドカーンとやろうという目標なんですね。で、当時、日露戦争の時には、どのくらい撃たれたかというとですね、全部で124発だったと言われてますね。それで、あとですね、で、方針。僕なんかは、なんとか、テレビの漫画なんか見ますと、2月両方バーッと打ち上げる感じがしませんから、僕は知ってたんですけど、実を言うと同じは打てないんですね。1つずつ打たなきゃいけないんですね。だいたい3分間に、1発ぐらい、2分間か、1発ぐらいに打てるような状況ですね。もっとは、早く打てることは打てるんですけども、やっぱりこれがダメになっちゃうという形のことなんですね。はい。で、あと、この船については、これが30センチ砲でした。それからあと15センチ砲、6インチ砲です。15センチ砲というのがありまして、それがこのフロアに4門、それからこの下のフロアにですね、10門ありまして、14門ついてました。で、今度は補助砲という 8.5 センチですね、3インチ砲ですけども、これが当時20門、で、現在は10門ということですね。はい。で、今ちょっと皆さんにお話してですね、現在だとか、当時だとかってお話しさせていただいてますけども、この船は最初にですね、実を言うと、まあ、歴史的なことをお話ししますと、大正の10年にですね、この沖に開港されてきたんですね。勝利した後にこの沖に来まして、で、大正の11年に、皆さんもよくご存知だと思うんですけども、軍縮会議、ワシントンの軍縮会議がありまして、そこでこの船は廃艦にするという決定されたんですね。そうしまして、ここに置いてあったんですけども、で、将来は、じゃあ、東京の芝浦あたり、でもって皆さん見ていただこうという計画もあられたそうなんですけども、実を言いますと、大正の12年に関東大震災が起こりました。その時に、この沖で座礁してしまったんですね。で、全部の前の方に穴が開いてしまって、もう航行が不可能ということでですね、こちらの方に満潮の時に寄せて、で、干潮の時に約7メートル、8メートル、9メートルぐらいですかね、コンクリートで止めて、で、今はもうその形になってるんですね。それで、この船はですね、実はまあ皆さんよくご存じだと思うんですけども、監修部に監修飾りというものがついてますね。で、それはどういうものかというとですね、こういうものなんですね。で、これはこれから見ていただきますけど、チーク材というもので作られてますね。これチーク材は硬いもので素晴らしいものなんですけども、これを貼り合わせて、それを彫って、それに漆を塗って、で、金箔を貼ってあって、で、結局、六六艦隊のような、まあ、大きな素晴らしい、まあ、船については、これがついてたんですね。で、これはどういう意味を持つかというと、これは皇室のものだという意味を持ってるんですね。だから、それをここに拡大したときには、真北じゃなくて、皇居を向けて、主砲、今はこれは主砲では後ろの方ですけども、後に見ていただきますけども、前の主砲をですね、皇居に向けてあるんですね。ですから真北じゃなくて皇居に向いてます。本来だったらこれ皆さんに質問したりなんかするんですけども、今日はちょっとこちらでお話しさせていただいてしまいましたけども、そういう風になってます。はい。それで、あとはですね、あと高知はね、当時のこれは世界地図ですね。でロシアというのはこんな大きな国なんですけども、ロシアというのは不登校、学校行かないと不登校じゃなくて、心の余裕ですね、そういうのが持ってなかったんですね。ですから南下政策を取ったんですね。で、日本はここにありますけども、南の方からは、先ほどちょっと話しさせていましたけども、ヨーロッパのですね、強国という形でボンボン来ましてですね、日本はもう挟まれて大変な状況だったんですね。ですからロシアとも、結局ロシアの方にから、ロシアも来てるし、で、ロシアの、なんですかね、
あのかなり厳しい状況ということがここで分かっていただいたと思うんですけども、なぜあのロシアと戦わなきゃいけなくなったのは植民地になりたくなかったということですね。ですから南からはそういう強豪、ヨーロッパの強豪が来てし、上からはロシアはですね、南下勢力を取ってやっていく、ちょうど挟まれてしまって大変な状況であったということなんですね。それでロシアとですね戦うために日本はですね3つの10年かけて日本はすごいあの、まあ、戦争を準備したんですね。一つは先ほど言いましたけど66艦隊というものを作って対ロシアと付き合えた。であと、ロシアに対してですね、当時のですね日本とロシアの国家予算、日本は3億円ぐらいだったんです。でロシアはその10倍 の30億円ぐらいだったんですね。それの日本 の国家予算の 55% をかけてですね、対ロシアとの戦いにもあの出馬。あともう一つはですね、各我々国民もですね、臥薪嘗胆という、まあ、皆さん言葉をご存じだと思うんですけども、臥薪嘗胆の言葉を合言葉にして持ってですね、対ロシアと戦ってですね、頑張るじゃないかという気持ちを持って、あの 大変な生活をしてですね、今みたいなこのような生活ができるように、あの明治の方がやらせていただいたということなんですね。さあそういうこと、まあ、この辺のことを相手にお話しさせていただいたんですけども、じゃあこれからあの皆さんと一緒にあのご案内させていただきたいんですけども、これから見ているところでもって新しいものと当時のものが2つ混在しているんですね。特にこのフロアについてですね、で例えばこういうものに大きなものについては、これはこういうあの溶接もできていると思います。これはあの最近のものです。溶接というのはあの当時まだ溶接の技術がなかったんですね。まあ、あの技術で実際に使う技術ですね。溶接というのがあったそうですけども、で溶接というのは鉄道と鉄道を壊されてここに溶接するんですよね。そういった技術がなかったんですね。だから当時はあのリベット止めといいまして、鉄と鉄を合わせてリベットで止める。これも今からご案内するところにリベットがありますから見ていただきたいと思うので、そういうリベット、この蓋の後で最終的には蓋を見ていただきますけども、蓋の方なんかは全部リベットで止まってます。ですから当時のもののまんまです。ですけどこの蓋については実を言うと、昭和20年にですね日本が敗戦しまして、こちらの方に連合軍が上がってきたんですね。それで一時はですね、これが三笠の上なんですね。この前の方にはですねダンスホールがあったり、ちょうどこの辺の部分がですねあの水族館があったというような、こんな悲惨な状態だったんですね。でそれをイギリスのですね方が、昔あのイギリスで作られた今ミカサがどうなってるのかなって見に来てこられたんですけども、あまりにも悲惨な状態ということで、それをあのジャパンタイムズに上げていただいて、でそれであの皆さんあの復元 のムードが上がってきてですね、政府だとか、それからアメリカ、昔の旧海軍の方とかですね、あと50万人を乗るですね、あの一般の人たちの協力で1億8000万円かけて、昭和36年に今みたいにあの復元させていただいて、皆さん見ていただけるようになったんですね。はい、ですから一部はこんな形で向かったということもちょっと改めて言っていただければと思います。じゃあこれからですね、皆さんちょっとご案内させていただきますので、あの場所に行ってですね、それはどういうものだということをお話したいと思いますので、じゃあちょThank you.
Mm-hmm.